こんにちは、Jさん。お疲れ様でございます。ビジネスをやっていてですね、やっぱり売り上げが立たないっていうのは、最も恥ずべきことだというふうに考えておりますね。よくプライドって言いますけども、ある意味ね、プライドは捨てなくてはならないんですよ。でも、絶対に捨ててはいけないプライドがあります。それはですね、今日は何としてでも、1000円でも売り上げだぞっていうことなんですよ。これがビジネスマンのプライドです。1000円の売り上げを立てるためには、落ちた雑草でもね、虫って食うみたいなね、雑草食って1000円になるんだったら食いますよみたいなね、そんなところも必要だと思うんですよ。やっぱりね、力のない時は、汚いものをすすってでも泥水を吸ってでも売り上げを立てるぐらいの根性がないと生き残っていけないですよね。そして自分の確固たる地位を築いた時には、コップからしかお水は飲みませんとかね、高級ミネラルウォーターしか飲みませんっていう風な、こちらから選択することができるようになってくるんですよ。要するに仕事を選ぶことができる、自分に合わせて仕事が来るっていう状態ですよね。はい、それでですね、いろいろとありますけどね、最初にね、ちょっとした劇を飛ばしつつなんですけども、小野田さんの質問に最初答えていきましょうか。やっぱりね、ある程度の知名度を博してからでないと、何でもかんでも見ていただける、何でもかんでもアップロードしていいよっていう状態にはならないのは、それは本当なんですよ。でも対局でですね、何者でもないから、何が当たるかわからないから、とりあえず乱発していこうというふうなね、量産型の考え方もあります。どちらでもうまくいきます。ただですよ、小野崎さんが言われていることも私はその通りだと思うのは、なぜかというと、一方の人物になるまでは専門家としてそればっかりやる、ね、例えばですね、私の得意なものが釣りだとしてね、もうね、例えば YouTube チャンネルでいいですよ、釣りのことばっかり一心不乱にやるわけですよ。そして人気が出てきて、いつも見てくださる方が1000人2000人になった時に、釣り以外のチャンネルもやってみると、ああなるほど、この人、この YouTuber さんはこんな側面もあるのねってことで、ファンは離れずに済むんですよ。この人は本来釣りの人なんだけども、でも人間だからこういう面あるよね、こんな趣味あるよね、こんな仕事もしてるよねって感じで分かっていただけるんですよ。この方法もあります。もう片っぽは、この人何者なのか分かんないけど、とりあえずいろんなもん出てるなと、ほとんどのものが自分には興味がないけど、たまに面白いことやるからチャンネル登録しとこうかな、ね、どっちでもいいんですよ。ただどっちでもいいのに、気をつけていただきたいのは、あまりにもやる量が少ない人はどっちでもないっていうぶら下がりの状態になっちゃいます。一方の人物にもなってないし、かといってたくさんのものがあるわけじゃないし、私のやり方っていうのはね、どういうやり方かっていうと、雑誌なんですよ。私の放送っていうのは雑誌です。雑誌っていうのは広告のページもあれば、コラムのページもあれば、漫画もあったり、4コマがあったり、真面目な記事があったり、犯罪記事があったり、不倫があったり、それぞれのコーナーで別の人が書いてます。別のテーマを発信してますよね。だから雑誌を買ったら、いろいろあるんだけども、お気に入りの人しか読まないよ、みたいなね、読者さんの選択が行われるわけなんですよ。で、私も様々なテーマやってます。車もやってます。ビジネスもやってます。投資もやってます。恋愛もやってます。その他40代、50代向けのコンテンツもやってますしね。中には私の見た映画をバン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 宣伝したりとか、私の買ったものをレビューするようなね、隠居買ってみた、みたいなページもあります。さあ、バラバラのようですけども、私の視聴者さんは、投資のばっかり見る、久保哲郎の投資ばっかり見るっていう人もいれば、久保哲郎の暗号通貨ばっかり見るっていう人もいればね、久保哲郎の雑談ばっかり見るっていう人もいれば、久保哲郎のライブしか見ないっていう人もいるんですよ。ね、だからそれぞれ読者さんは、視聴者さんは20人、30人ぐらいなんですよ。動画の視聴者数もせいぜい100なんですよ。ただ私の上げる動画は毎日20本ぐらいあります。その20本それぞれに100人がいるんで、合計で2000人なんですよ。もちろん複数の動画を見てくださる方もいますけどもね、でもほとんどの方は久保さんのこの発信には興味があるけど、他はまあいいやみたいな感じで一部しか見ないんですよ。それで OK なんですよ。これが私の量産型の考え方です。そしてもう一つ、小野田さんが言われたやつっていうのは、小野田さん最初ね、転売のことばっかりやってたんですよ。カメラ転売以外はほとんど発信しませんでした。そういうのを3年ぐらい続けて、小野田さんが確固たる地位を築いた後に、もう日本国内では小野田とはじめのカメラ教室が群を抜いてナンバーワンだというふうになった時に、他のこともやったり、投資もやったり、ね、今みたいな H2 クラブやったりっていうのは横展開できるんですよ。
これどっちでも OK です。これは J さんがどっちをやるかを決めていくだけなんですよね。さあ、どっちをやってるでもない時にどっちなんだろうって考える必要はなくって、この2つの相対する考え方のどっちの方向に突っ切っていくかなんですよ。進み切った後で反対側の考えもよく分かるようになります。はい、長々とお話ししましたけども、とりあえずこんなところで小野田さんの質問には答えさせていただきました。あ、そして日々の業務ね、会社の中で YouTube を使っていくってことなんですけども、何点か注意しなければならないことがあります。まずはね、会社の看板があるからある程度のものを作んないといけないっていう考え方はすぐに捨てた方がいいです。とりあえずね、何が一番良くないかっていうと、何も出てないことなんですよ。何かが出てればそこには集客があるんですよ。そこにはもうね、前進があるんですよ。発信していろんなね、クレームがあるでしょ。だから育つんですよ。今身内の中で頭の中で考えている時に他者の批判にさらされてない状態なんですよ。だから他者の批判から改善するっていう行動は全く生まれてないんで、ものすごく遅くなります。これははっきり言って時間の無駄と言ってもいいですよね。じゃあ具体的にどうするのかっていうことなんですけども、例えば動画の編集をしてるシーンを撮影して、もうそれを出していくっていうかね、動画編集こうやってやってますよとかね。で、そのとりあえずは撮影をしておくだけでもいいです。撮影をしておいて後からね、じっくりと編集するでもいいし、例えば社内で誰かに何か教えるときに、そのダダ撮りしたやつをこれって言って渡しても OK なんですよ。とにかくね、映像がないっていうこと、そして映像のストックがないだけならまだしも、まあ、完全にアップロードするネタをこの数ヶ月持ってないっていうのは無駄な時間を過ごしたと言ってもいいぐらいもったいないことなんですよね。で、まあ会社の業務がそうやってね、忙しいのは分かりますけども、その忙しい中で1分ないですかね。1分ね、今日の業務内容ですっていうふうにね、スマートフォンを向けて1分喋るできないですかね。これ、それを1日1回やっていると30日で30本のコンテンツができるわけですよ。60日で60本、1年で300本のコンテンツできるんですよ。1分という歯切れのいいものがね、1分シリーズっていうコーナーができるわけなんですよ。だからね、忙しいから活動ゼロにするとかアウトプットがゼロになるっていうのは、もうはっきり言って何も進んでないのと同じなんですよ。ほとんどの方がこの罠にはまっちゃいます。ぶっちゃけね、ぶっちゃけですよ、車で通勤されてるんだったら、帰る時に車にエッチラッチって入る時にもうね、固定カメラをカメラにつけておいて、それをボタンを押して帰るまでに無言でもいいからね、ああ今日疲れたなみたいなね、で顔を映す必要はないです。あのもうね、フロントの方を映しておけばいいんですよ。それでもいいし、あるね、私のね、友人の、 山田っていう方はね、20代でサラリーマン入って、サラリーマンの給料安いからっていうんで、彼は塾講師だったんですけどね、出勤の風景を自分にカメラを向けて撮って、そこで仕事に対する思いっていうのをずっと語っていったんですよ。で、自分の思いと今勤めてる会社の思いのギャップがありますみたいなね。そうしたらその動画を見てる人が共感してくれて、あ、自分もそういうふうに思ってたんですって、でファンができたと。そのファンに対して自分の商品を売って、まあまあとサラリーマンを抜けてですね、今独立してるというね、理想の形をとってます。まあですんでね、どんなに忙しくても、そのね、忙しさを記録してないっていうのがまさにもったいないですよね。いろんなシチュエーションがあるわけですよ。どんな人でも24時間いろんな思いで過ごしてます。でも J さんは撮影をして記録を残すってことを知ってるわけなんですよ。その撮影して残した記録を編集してアップロードするのか、そのままアップロードするのか、アップロードせずにお蔵入りにするのか、それは後で選べばいいじゃないですか。じゃあ撮影ってそんなに大変ですかね。録画ボタンを押す以外にやることありますかね。多分ないと思うんですよ。じゃあまあ会社に出勤する、もしくは会社から帰る途中に、まあアイドリングっていう概念は最近ないですけどね、キーを入れてエンジンブランとかけた時に、その一連の流れで録画ボタンを押す、それでいいんじゃないかなと思うんですよね。そうすると1分どころじゃない動画って撮れると思うんですよ。それがコンテンツの始まりです。もちろんそういうものを会社のアカウントでアップロードするとは言いませんよ。あくまでも個人用です、それが。だからスライドショーをきっちり作って、喋り抜かりのないようなね、音声を入れて、はい、できましたっていう風なのだけがコンテンツじゃないんですよね。量産型のってのはそういうことなんですよ。で、私は、もうお気づきだと思いますけども、大和くんが遊んでるところを適当にね、30秒とかで動画で撮ってすぐアップロードします。
まだ上げてないのたくさんあるんですけどね。で、まあ最近はね、今空っていうねテーマもあるんですけど、私の視聴者さんが YouTube を始めるときに何をやったらいいかわかんないから、なんか今日朝起きて空を撮った画面を30秒アップロードしました。それがシリーズになるわけですよ。あ、なるほど、何々県の何々市っていうところは今日はこんな朝焼けなんだみたいなねやつとかね、出勤前の一言とかね、まあ数えあればキリがないです。で、それからね、いろいろ申し上げたんで、今度はね、活動自体のことをちょっと評価したいと思うんですけども、今 J さんは会社の中でインターネットを活用して会社を知らせていくっていう活動をね、社内でしてると思うんですけども、とってもいいことだと思うんですよ。で、それはね、これからどういうふうに展開するかっていうと、まずは会社の中でインターネット部とか YouTube 部とかね、そういうふうな部門を仮に作らせていただいて、で、予算はいただけないと思いますけども、でも、ね、やっぱりね、予算要求をしていくべきだと思います。こうやって活動していって、パソコン使ったりとか編集機材入れたりとか、ちょっと予算がいりますとかね。で、それによって会社のまあインターネットという部門が開けていくわけじゃないですか。だから多分ね、J さんの活動によっては部に昇格する可能性があるんですよ。で、それに部長として就任してですね、当然ですけども予算もつくし給料も上がると思います。そっからはどのぐらい効果が会社に対して上げれたかに尽きるんですよ。今何かを始めてる時だから、経費倒れになってもとりあえずは文句は言われないでしょう。でもその時に何ヶ月目から利益出ますよとかね、何ヶ月目ぐらいから集客がこういうふうにアップしますよみたいなプレゼンをしながら、だから予算をくださいっていう要求はずっとするべきなんですよ。つまり会社ってのはね、予算要求がない部門っていうのはいつでも潰すんですよ。本気じゃないと思うわけなんですよね。でも毎月の予算15万ください、50万ください、100万くださいっていうような部門に対してはやっぱりシビアに見ていくので評価をするわけですよ。そのぐらい腹をくくってやってくれてるなと。だからちゃんとね、予算要求はしていくべきなんですよ。部としての昇格も進言していくべきです。すぐには認められなくても自分をチェックしてくださいと。本当に部に昇格するだけのことをやってるか、そして本来の仕事に傷をつけてないか、要求してる予算通りのことをしてるかどうか、ちゃんと見てくださいよっていう形で報告書を上げていくってことも会社の中ではね、やった方がいいですよね。まだまだその爺さんのやってるインターネット部には可能性がありますんで、で、ゆくゆくはですよ、独立した部にするんではなくって、もうね、独立して今勤めてる会社の外注先、取引先になるっていうことが理想です。そうすると今度は似たような会社の外注も取りながら、自分がコンサルティーとしてですね、たくさんの会社を取引先として、そこからそれぞれフィーをいただいて、まさに月収100万で収まらないような収入にもなりますし、今度は自分が仕事を選べるようになります。どこの会社と取引するのか、その会社の要求にはいつ応えるのか、早朝深夜週に1回いつでも組み替え可能です。なぜならほとんどの会社がまだね、インターネットってものを会社の中に導入してないんですよ。ホームページすらない会社があります。 LINE すら、会社の公式 LINE すらない会社があります。でもその会社に勤めてる人は軒並み個人 LINE 持ってたりとかするんですよ、ね、中には自分で個人で SNS やったりとか YouTube やってる人いるんですよ。なのに会社組織として見てオフィシャルな会社のアカウントがないっていうね、こんなおかしなことが起きてるわけですよ。本来なら会社がやってることを細分化して社員も個人的にやってるよねっていう、そういうふうなね、ツールの使い方のべきなのに、どちらかというと個人の方が進んでいて、その集合体としての組織として会社が成り立った時に個人よりも遅れてるってことがあり得るんですよね。例えば会社としては今 YouTube がないはずなんですけども、 J さんの会社ね、 J さん自身は YouTube いっぱい上げてますよね。つまり個人と会社の立場逆転してるんですよ。逆転してるのに会社としては未だに能力のある個人を評価することができていないっていうのはなぜかというと、できる個人が会社に対して要求をしてないからなんですよね。だから完全にアンオフィシャルになってるんですよ。だからそれをオフィシャルに持っていく活動をしなくてはなりませんよね。そうすることによって会社が変わり、そういう会社が変化した会社がたくさんあることによって社会が変わっていくと。いまだにね、政府の方でもデジタル庁なんてこと言ってるわけですよね。まあやらないよりはいいんですごく期待できますけども、今までね、20年間何やってたのと思いますよね。デジタルの波がやってきて、民間企業ではどんどんね、インターネットによる起業が始まり、大きな収益を上げて、そこからね、税金も払われてるのに、その大元たる政府がリモートをやりましょうと言ってかね、この1年に呼びかけてますけども、お前らがリモートやってないじゃないかみたいな感じですよね。何なんですかね、未だにファックスを使ったりね、わざわざ表敬訪問したりとか全く意味がないですよね。今私たち民間は
誰にも会わずに直接言葉を交わすこともなく、インターネット上の YouTube やね、メールの付き合いだけで数億円というね、数十億円という売り上げや利益を出すことができるのに、なんとまあね、こう組織になると動きが遅いことかってことなんですよね。はい、その中で、ね、J さんは今時代を変える過渡期にいるんですよ。会社というものを変えようとしている、そしてひいては社会というものを変えている、結果自分が変わるんですよね。もちろん J さんの日々の活動っていうのが本当地道にですね積み上げていく価値は大いにありますし、必ず実を結ぶと思います。個人的には1年間で500万という売り上げを目指してたかもしれませんけども、今ね半分公になってます。会社というね公を扱ってますから、会社に対する貢献に対してそこからね何かしらのフィーをいただけるようにしていくのも J さんの目標金額500万にリーチしていく一つの手段になりますね。予算要求はしていった方がいいと思います。で、予算要求しただけのことをやろうっていう責任感も生まれると思いますんでね。はい、それでね、何だったかな、まあ売上は8月ゼロということでね、それは大いに反省しなくてはいけませんよ。で、少なくとも過去に数万、数十万、数百万って上げてるわけなのに、進めば進むほど進化していかなくちゃいけないのに、なぜかね、どっかで止まってしまう。要するにビジネスが継続できてないってことなんですよ、これは。で、その要素として、使えるかどうかわかりませんけども、日々の記録をね、やっぱ必ずしていった方がいいです。一日過ごしていて、YouTuber として活動してアカウントまで作ってるのに、今日何も撮影しませんでした。ね、アップロードするかどうかは別ですよ。撮影したネタすらないっていうのは、取材しない新聞記者ですよ、それは。取材したやつが全部ボツになるかもしれないけど、お蔵入りになるかもしれないけども、でも取材はしてネタを撮ってきましたぐらいはやらないと、自分の仕事に対して出勤してないってことにはなっちゃうのかなと思いますよね。ということでね、厳しいことも申し上げましたけども、全て現実ですんでね、一人前の起業家として J さんを認めるからこそここまでお話しさせていただきました。それではね、本日はこのぐらいになります。本当に7月8月夏ってのはあっという間過ぎたでしょ。でも本当に1年間あっという間なんですよね。3年あっという間、5年あっという間、10年あっという間、いつの間にかもう手も足も出ない年代になっているっていうことがないようにね、まだお若い時にしっかりと持てる時間をフル活用して、1秒たりとも無駄にしなかったぞって言えるようなね、そんな9月を送ってください。プラスアルファでちょっと余談ですけども、最近ね56歳の塾生さんがクラウドファウンディングを私と一緒にやってですね、企業資金を集めることに成功しました。そしてそれを記念して、その方はね、愛知の方ですけども、J さんも家近いんじゃないですか。愛知の方なんですけども、私の自宅に来ていただけることになりました。で、本来ね、私の自宅今、大和くん仕様になってるんで、人をお迎えできるようになってないんですけども、まあ、どうしてもっていうことだったんでね、今回お迎えして、対談動画など撮ってですね、皆さんの励みになればと思っております。まあ、J さんは毎日サラリーマンとして仕事があったと思いますけども、その方は仕事がずっとない状態でした。で、56歳になっちゃったということです。ね、そっから56歳から花を咲かせるために企業資金を集めるというビジネスをして、お金を集めて2週間で45万ね。2週間で45万ですよ。そしてその45万がこれから1年間で1000万の利益に育っていくわけです。それをずっとね、記録しております、その方は。その姿もぜひね、見ていただければと思います。忙しい中、本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。でもいろいろ本当に申し上げましたけども、よくね、ここまでやってこれたなと思います。だから、これからもできるはずです、じいさん。いろいろと拾い忘れたこともあるかもしれませんけども、そんなのはね、全然取り戻せますから。良くないのはやめることなんですよ。やめたら何にも終わりですから、本当にね。継続することの難しさっていうのはありますけども、だからこそですよ、乗り越えた人しか、味わえない、その世界があり、景色があるんですよ。ほとんどの人は乗り越えずに、あ、どうせやっても無駄だったよね。今自分で十分だよね。って自己正当化して終わっちゃうんですよ。でも自分の人生を買い取れるのは、ひとえにお金の支配しかないです、ね。お金以外で問題解決するのは非常に難しいです。一番手っ取り早いのは、どんな問題が起きた時でも、お金で解決することなんですよ。でもそれはね、なかなか人が言い出せない真実として私伝えさせていただきます。お金があるからこそ余裕も生まれるし、トラブルが避けれるし、問題も解決できるんですよ。お金があれば人を使ってね、仲介していただくこともできますしね。言うことないです。お金がなかったら自分があれこれ動いて
自分の知恵を使って何度も何度も交渉してすごい時間かかっちゃって、それこそあっという間に年を取ります。だからお金に働いてもらうっていう考え方はありますんでね。逆に言うと今ね、お金で働かされてる立場ですよ、サラリーマンっていうのは、ね、会社の創業者が自分でやりたくないことを社員にお金でやらしてるって状態です。ですんでこれをね、逆転するために今頑張ってると思いますんで、これからも一緒に取り組んでいきましょう。それでは以上です。いってらっしゃい。